皆さんはエイリアンさんについてご存知でしょうか。僕も VTuber にハマっていた時期がありまして、そのきっかけとなったのがエイリアンだったんですね。今は亡き未来明かりやよみみなどすごい VTuber を生み出した偉大なお方です。しかしここ数年めっきりその姿を現さなくなったエイリアンが最近とある動画を投稿されました。それがこちら。今回は動画内でも拡散してほしいとのことなので、こちらの内容を取り上げていこうと思います。ハゼナチャンネル、まずはエイリアンについて少しおさらいしていきます。2014年から YouTube 活動を開始したエイリアン、エイリアンファミリーと呼ばれるキャラクターたちによるコント的掛け合いは多くの視聴者をその独特な世界観へ引きずり込みました。その後未来明かりプロジェクトを始動、神 VTuber たちを生み出し、そのクオリティも年々上がってきていました。しかしそんな矢先、彼女の更新がパタリと止まります。そして数日前、ちょうど彼女のことを忘れかけていた時、こんな動画が目に留まります。さあここからが本題。ハゼナチャンネル遺書っていう露骨なタイトルのこの動画、最初は冗談だと思っていました。ですが中を見ると学習のガチ、なんとエイリアンは命に関わるような病気をしており、うつ病に侵されていました。そんな時出会った中国国籍のジーという人物に、まあ率直に言うと騙されてしまうんですね。彼が言った暴言やセクハラの数々を彼女は動画内で暴露していきます。これは死ぬ前に相手の悪行を明らかにするというエイリアン決意の表れだったのでしょう。信頼していたジーからおよそ8000万で事務所を買い取るという話を持ちかけられ、エイリアンは契約書にサインをしてしまいます。挙句 G はちゃんとした給料も支払わずにエイリアンを1年以上ただ働きさせていたのです。そして8000万で買い取るというはずの事務所をあらゆる脅迫で4000万で示談しろと言ってきます。ここでようやく自分が騙されていることに気づいたエイリアン、裁判所に行って言われた言葉が、あ、これ中国人がよくやる手口ですねと、これじゃあんまりじゃないですか。確かにエイリアンさんが簡単にこの人を信じて契約書にサインをしてしまったのは軽率だったかもしれません。けれどうつ病を患っていた彼女の心につけ込み悪事を働く、このような忌まわしき現状を許せるでしょうか。この動画の最後に彼女はこのような一文を掲載しています。なので僕もこの出来事を当チャンネルで取り上げることを決めました。ハゼナチャンネル、エイリアンの次の動画にて G のあまりにひどい暴言の数々が暴露されています。エイリアンのファンだと言い、病気のエイリアンをいつも慰めてくれた G、 しかしそれは詐欺の常習手段だった。彼は今も嘘800でエイリアンを悪者にして追い詰めています。それどころかライバーに給料を払うはずの G の代わりに彼女がボランティアで支払っている始末。エイリアンさんは X にて私たちのおかげで立ち直り徹底的に戦う意志を見せています。このような悪党にはぜひ打ち勝ってほしい。なのでこの言葉を最後に、必ず裁判で打ち勝ってエイリアンさんの体調が回復し、また素晴らしい動画を上げてくれることを切に願っています。